はい。95ですね。バカ、それだよ。バカ、リサだよ。セイリチャンネルです。はい、ということで、やっていく企画は、さやのダイエット企画。ということなんですけども、まあ、ダイエットといってもね、まだ私は中学生なので、ちょっと親と一緒にこうね話し合いながらというか、うん、やっていこうとは思うんですけど、まずダイエット許してないんですけど。え、なんでですか？この企画終了ということでみんなバイバーイバタンじゃないんですけど、なんでですか？起立性の時にさ、病院通ってたと思うんだけど、毎回体重チェックされてたじゃん。体重減ってきたらさすがにまずいかなみたいな感じで言われてたじゃん。だからその体重の減少とある程度関係するところがあると思うんだよね。だから普通に心配、今せっかく良くなってるのにっていうところがあって、できっとまた食べないとかさ、食べる量減らすとかさ、カロリーゼロにするとかさ、そういうことが中心になってきたりとかするのかなとかさ。まあちょっと今はなんかぶっちゃけ、そのあの時ちょっと、ちょっとね、ちょっと多いからあのちょっと食べてなかったじゃん、ちょっと今より結構ちょっとだけ食べてなかったね、ちょっとだけ、うん、だからそれで今、それで普通の生活するだけでも今ってちょっと太るかどうかになっちゃったら、それがリバウンドでしょ、いわゆる。また同じことしようとしてるじゃん違います。今からまた痩せました、じゃあ痩せにくい体質になりました、普通の食事っていうか普通に生活してるだけで太っていきますっていうことになるじゃん。でもちょっと違くて、その前は食べないだったけど、それをちょっと変えるん、変えむる変えむるどう変えむるんですかどう変えむかというと、あの野菜を一緒に克服する。ああ。だからその食べないといっても、例えば0キロカロリーのものを食べるとか、さつまいもに変えるとか、まあ、そういう野菜ですけどそういうのじゃなくて、あの今うち自体が野菜ってほぼ全般食べれなくて、本当に食べれるのがトマト、さつまいもとか、本当にそんくらいだよね。あとトウモロコシも食べる。でもその栄養素が偏ると太るんだって。だからいろんな栄養素を取らなきゃいけないっていうところは確かにそうだと思うし、めっちゃ健康的になると思う。だし野菜ももう中3でまだ野菜食べれないちょっとさすがにもうそんな言ってらんないし、うん、っていうのと、あとちょっと運動不足すぎるじゃん、うちって今、うん、じゃんさすがに、うん、それも解消していく、はい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 、とついでにダイエットみたいな感じ。なるほどね。でも運動も適度な感じ、ちゃんと今、うん、運動犬の散歩しかしてないんですけど、それはそれもちゃんと適度に普通の人くらいにちゃんとやる、基礎代謝上げるみたいな。そうそうそう、なんか運動だけじゃなくて体柔らかくしたりストレッチとかそういうのも取り入れてくれるんだったらいいと思います。じゃあ取り入れます。ただ腹筋だけとか、あ、やんないの、そういうのはあんまり良くないからそれだったらじゃあまあ OK だけど、まあちょっと口出しはさせていただきながら。でじゃあママの見張ってるところでしかじゃあそういうのしない、うん、どう OK。意志の強さまで見せてもいい？うん今めっちゃ出る、今見せられるのか、いい、うん、感じ取ってほしい、うん、え？何を見せられたの今もう一回やってもらっていい？いや、まずこうやってダメ。この企画スタートできません。え、ダメ？
ダイエット企画するってさ、どういうことなのかってさ、そのいろいろな覚悟はできてんの？例えばさ、体重公開しなきゃいけなかったりさ、ウエスト測ったりとかさ、それでさ1ヶ月経ってどのぐらい変化がありましたとかっていうのも視聴者さんにお見せするんでしょ？それするの？マジで言ってる？それも全部公開してやるの？え？マジでやる気なの？あんなに身体測定の企画もやらないって言ってるのに？ルックブックやらないって言って、ルックブックもやらないって言って？いやまあちょっと結局痩せるからいいかなと。あー、過去のことになるから痩せて。結局痩せんだったらその努力を一人でも多く認めてもらおうと。すごすぎる。本当に性格がめっちゃ本当に性格変わったね。びっくり。やっぱりこの活動は結構承認欲求みたいなのが結構あるじゃん。うん。だから承認欲求多分高い方だと思うから、結局ダイエットしてなんか努力したみたいな感じで、うん、するんだったら一人でも多く認めてもらった方がモチベにもなれる。でも結局痩せんだったらぶっちゃけ公開してもいいかなと思って。その髪やべえ。やめな。え、痩せてどうなりたいんですか？まあ、痩せるっていうよりは元にちょっと戻るみたいな。うん、さらなる高みから。アップルスウルトラしなくていいな。え、でもさ、その時より今の方が可愛いよ。でもそれ言ってくれるのママだけやで。え、そんなことない。最近すごい視聴者さんのコメントでもある、本当に可愛くなったみたいな、本当に可愛いんだよなみたいな来てるから。だってよ。え、でももっと今よりもっと顔がちっちゃかったらもっと可愛くなるよ。でもなんかその細くなりたいんじゃなくて、うん、せめて普通の人くらいにしたいみたいな、うん、そういうことね。イメージ。はい。じゃあちょっと今現状の体重自分のを知ろうと思います。まずね、はい。じゃあ今回ね、測る体重のやつなんですけど、測りがねこういう感じで、ここにねつながってて、ここに体重が出るって感じなんですね。そう、こうやって押すとほら、で離したらゼロみたいな感じ。はい、じゃあ早速もう測りたいと思います。今はゼロですね。はい、はい、じゃあリサーチに受け渡します。はい、ポンポン。よし、はい、 50.95 ですね。ほぼ51みたいな感じなんですけど。まあちょっと結構太ったけど、まあちょっとまあなんかまあ生きてればしょうがないみたいなこともありますよね。で、なんか、うちこの間見返したんですよ、自分の体重計の記録みたいなアプリ。わあ、さ、一番痩せてて32なんですね。やば。しかもその時もう身長150超えてて、あ、もううちと2センチとかしか変わんないのに、今とから、とこでもう18キロ太ってるんですよ。ガチやばくないですか？やばいんだけど、一番痩せてた時よりね。じゃあちょっと体重面での目標なんですけど、今もう51キロなので、じゃあ今自分の身長が152なので、身長引く体重が110が理想だなと思ってるので、42キロ目指したらいいなと思ってるんですけど、うん、今ほぼ51なので42、あ、もう9キロ、約。やば、やば、いけるかな。頑張れば、まあ、いけるじゃん。いけるかな。じゃあ目標は、まあ、期限とかは、まあ、とにかく決めずに42キロ目標にしたいと思います。はい、じゃあ次はウエストとかそういう系を測っていきたいと思います。 71.4。 えよ。やっちゃうよ。
やばい、なんかどっか引っかかった。 71.4? ね、聞いた聞いた。10センチくらいは増えてるんじゃない。じゃあ、お続いて二の腕 25.6。 あー、まあ、これはもう分かんない。前は分かんないけど。そうだね、初測りやね。じゃあ、太ももいきます。はい、44.9。最後にふくらはぎやってもらいます。ふくらはぎはぴったし33。33。ありがとうね。オッケー。普通に目標は体重は42キロでウエストは64キロを目指して頑張りたいと思います。うちはめちゃくちゃ飽き性で、ちょっと普通に何かをずっとは続けられないかなって思うので、ちょっと変えていきたいと思うんですね、やる内容というか。なので、うん、最初の1週間目は燃焼スープを夜ご飯の置き換えで食べていきたいと思います。なので今からそれを作って食べるところまでが今日の動画になります。で、まあ、材料を、まあ、この辺に貼ってあると思うんですけど、言うとセロリとキャベツと人参と玉ねぎとあとカットトマトです、うん、とあとコンソメ、あと1リットルのお水です。はい、そしたらこれをまず入れていきます。これはさっき言った野菜を全部細かくしたものです。はい、はい、ごめんて、まあ、ちょっと皆さんめっちゃパンパン多めに見てもらって、はい、はい、難しいですからね。はい、そしたらこれ1リットル入れていきます。はい、あともう一個目標あった。20は5直す。今言われても。じゃあ入れます。全然入った ね、 ね、隙間とかに。オッケーオッケー。はい、そしたらカットトマト、これ1個分かな、ちょうど。そうね、これ入れてきます。こっちから入れた方が入れやすいのかな、わかんない。入れてみて。ちょっといけるかな。全部入れちゃおうか。じゃあこれでね、混ぜつつ野菜がね柔らかくなるのも待ちつつ煮込みたいと思います。はい、ライブ配信をしていたらあっという間にこれね、いやこぼれるって煮詰めました。そう、もうこんなにも野菜が柔らかく。じゃあ味付けでね、コンソメの粉を入れてきます。で、まあ、脂肪燃焼スープ何なのってね、これね思うという人はねいると思うんですけど、まずは腸内環境を整える、デトックス、代謝を上げる、冷えの改善、食欲調整、5つメリットがあります。これの効果があります。すごいよね。すごいよね、うん、夜これだけは少ないっていう人とか、例えば普通のご飯にプラスで食べるとか、スープをこれに変えるとか、いいね。それだけでもう全然違うかなって思います。はい、じゃあ切ります。いいね。でもさ、セロリ食べれんのかな。ね、あんま食べることないよね。せーの、いただきます。やばい、めっちゃ熱々。ちょっと熱いね。やばい、めっちゃ熱い。熱いけど、うん、なんか結構トマトの味するから、あんまり何の野菜を食ってるのかわかんない。うん、けどなんかずっとシャキシャキしてるなっていう感覚。うん、まちがちょっと下バカっぽいとこあるから、ちょっとあんま親友にはならないけど、うん、まあ食べれますね。今の一口にセロリあったよ。え、どれか分かった？分かんない、分かんない。でも野菜の味とかね、あんましないよね。うん、でも結構ずっとシャキシャキって感じだし、だ熱いからあんま味も分かんないけど、でも全然いける。野菜克服できそう。なんやねん、食べれてたやん。でも食べれる。あ、でも結構人参分かりやすいね。
人参上がりやすい、うん、なんか独特のね味がなんかね、わかる、うん、人参だなってな、うちも食べながら思った。夜ご飯はこれに置き換えにして1週間食べ続けたいと思います、うん、そしたらところで体重を測って前回のと体重を比べたいと思います。そしたら次の1週間はまた違う内容のダイエットというかものをやっていくんですけど、うん、そしたらまた体重測ります。で2週間後になのでまた動画を出したいと思います。なんか1週間ずっとこれだったらちょっとさ味に飽きたりとかさしちゃいそうじゃん、うん、とかそういう時とか、あとさ野菜の味とかも多分ごまかされるたりとか、ブラックペーパーとかカレーっぽいカレー粉みたいなやつとか、ディスソース、タバスコ、タバスコまだうちらに早いかな、タバスコはまだうちらに早いかな、うん、チリパウダーと七味唐辛子とか、これもちょっと早いかもだけど、こういうのとかを1週間の中でたまに味変したりとか、うん、していこうかなって思ってます、うん、はい、ということでまたね約2週間後に動画が上がると思うのでお楽しみに。考えたらグッグッグ、チャンネル登録よろしくね、バイバーイ、グッ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 グ